はい、つながったでしょうか。じゃあちょっとね、ミラーニューロンの私の、体験したことをね、少し喋ろうと思います。ちょっと前にかかとの骨をね、骨折して、で、もうすごい歩く、また歩けるようになるまですごい大変だったの。で、まあ今でもまだ100ではなくて、時々こうね、むくんだり、突っ張ったり、痛かったり、腫れたりってことはあるんだけども、まあその中で、足のかかとの骨を折ったんではあるんだけども、結局、もう足首から下全部がやっぱおかしいわけですよ。手足が一番こう細かい筋肉だったり、骨だったり、腱だったり、多分複雑なんだと思うんだけど、で、また歩き出すようになるまでの時に、もう本当、今までどうやっては歩いてたんだろうっていうぐらい、使えないわけよ、足がね。で、例えば痛くなかったら歩けるかっていうと、そういうわけでもなく、みんな普通に無意識に足を使って歩くっていうことは、ちっちゃい時から、なんだろうな、一つ一つこう自然にやってることじゃない、なんかこう考えながらしてることじゃなくて。でも実際には、じゃあ立てたら歩けるのかっていうのもまたそれも違って、細かいことは私もよくわからないけど、やっぱこう力を入れたり、一つ一つの筋肉が連動して、力を入れたり抜いたりしながら体重の移動をして、歩くっていう動作が自然にできてるんだけど、もうそれが全く、もうわからんわけ、自分で。立てますけど、どうやって歩いたらいいですかっていうか、その一歩が出ない。一歩出すってことは、また片足に体重を乗せて、今言ったみたいに一つ一つ力を抜いたり入れたりしながら、こう上手に、普通はね、何も考えずにさっさと歩けるんだけど、もう全然歩けなくて、まあそこは、いろんなこと自分なりにしながら、まあ歩けるようにはなったんだけど、でもそのきっかけってね、なんか靴、ブーツだったわけ、ある、あ、なんていうとこのブーツだったかな、ちょっと忘れたけど、まあ、まあね、そう、家の中でも、そういうものを履いたり、固定したりして、しばらく歩いてたんだけど、まあ、そう、きっかけはその靴を変えたことで、スッとこう、一歩出るようになったのね。で、まあ、それは置いといて、やっぱだから、足の指の動きなんかも悪いわけですよ。すごい腫れて、長いことギプスも、はめてたし、ギプスが取れてからも、すごい腫れてたし、ずっとね。だから、足の指なんかも動きが悪くて、で、なんていうの？
こう足の指をパーとかする、パーとかグーとかするじゃない。それを自分でしようと思っても最初こうできないわけですよ。だからどうしたらいいって感じでできないんだけども、だから動く方の、考えてもできないんだけどね、動く方の足がパーにするのを見てるとできるわけ、パーが自然に。っていうことが今言いたかった。それがミラーニューロンだよっていうこと。頭で考えたりやろうとしてもできんことが、その上手にできる方の足を見てたらスッとこうできるわけ。だからこうやってね、猫がだらーんとして、こう幸せそうにしてるのを見てるっていうことは、すごくいいことだと思います。力が抜けると思う。で、筋肉っていうのはそもそもいつも硬ければいいってもんじゃなくてね、やっぱこう力が抜けてる状態でいざっていう時にパッとこう硬くなって力が入れれるっていうのが一番いい状態なんですよね。で、それって筋肉だけじゃなくて他のことについて言ってもそうなんだけど、ずーっといつも緊張してるとやっぱりいざっていう時に力出ないからね。だから力を抜くことで、さらに言ったらそのリラックスして集中するっていう状態がこう出るときが、それがいわゆるゾーンの状態だから、ゾーンに入ったとか言うでしょう。あれはそういう状態。なんかカー君聞いてる。 寝てるかもしれない。まあ寝ててください。今ね、4人見とられるけど、見てるだけでも本当に猫になった、猫になってね、ここに。あ 聞いてた。またこれは名前つけて残しとくから。で、猫になったつもりでね、ここで一緒におっぱい吸いながら寝てると思って。 緩めてください。力抜いてね。充電して力抜いて、また集中して頑張るときに頑張れたらそれで大丈夫だから。今日も子供ちゃんも寝たんかな。分からんけど、まあたまにはお父ちゃんが早く寝たっていいでしょう。私もね、今朝はずいぶんゆっくり寝てました。9時半ぐらいに目が覚めてびっくりした。
そういうことです。そうだね。暑くない方がいいね。一緒に寝てあげたらいいんだね。ねえ、こまち。そこ不満取ってくださる？不満取ってくださる？うちは布団は冷たくても、猫布団が。布団が高いわね、みんなが高いわ。そうだね、そうだね。お父ちゃんしてください。見てみて。